ちょっと恥ずかしいな恥ずかしいんだけど、どうしよう、伊藤さんちょっと来てもらっていいか、俺慣れてないんですよこれ、はい、僕のメイン動画の続きなんですけど、僕と相撲対決したいみたいなんで、はい、相撲対決やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。相撲自信あるんですか？相撲は普通に自信あるんですね。なんか嫌な感じ。やりますか。じゃあいいですか。レフェリーがいるんだね。レフェリーいりますね。はいはいはい。金網につくか、倒れるか金網につかせた方が勝ちということで。はい。突っ張りはなし。あ、OK。突っ張りなし。こっち。突っ張りなしね。張り手はあると。張り手なし、張り手なし。時間無制限で。はい。はい、行きます。発狂終わり。長田すげえ。うわぁ、すげえ。ちょっと待って、鈴木2期、鈴木もうちょいやれこれね、ただ終わらないゲームです。自分で上がってきてます。いきます。はっきょーい、どうだ。鈴木ちょっと待って、3分だとか2分だとこれ。怪我してますよ。2期確証した。ガチガチニキ？これ。ガチガチ肩ニキ。ちょっと。肩ニキ。ちょっと待って。本当に10人勝ちました。もう一回。もう一回だけ聞かせてください。本当に10人勝ったんです。負けました。負けました。いや、ですよね。さっきぶっちゃけでいいですかとか言ってまた嘘ついてた。こんだけ薄々気づいとったのない。本当に。でも終わりでいいですかこれ。あ、腕相撲対決。これ腕相撲は自信あるみたい。さすがにここで挽回できるですからね、全部。じゃあこの相手のこれで、ちょっと相手の腕持ってもらっていいですか。肘でここについたら負けない。力めっちゃ入れにくい。いいですよ。レディーゴー。あ、重たいんだけど力全然入らん。これこれ外しいよ、お互い。じゃあお互い外すか。レディーゴー。おらおら、鈴木よいしょ。ちょっと待って、次は何の対決にらめるの。次は何の対決に。鈴木さん、まだ取れたか3分しかないです。ちょっと練習したら30分。彼ショート動画専門だから。あ、なるほど。違います。違う。もうこんなブレブレなのない。こんな動画。まあ、手押し相撲だったら勝てるからね。手押し相撲だ。さすがに手押し相撲は力関係ないから。朝倉未来と三本勝負してみたい。ああ、それでいきましょう。相撲三本勝負。ここで勝てばもう誰か勝ちですよ。でこんな離れちょっと遠いな。静かいいですか。レディーゴー。おお。ちょっと待って。ちょっと。俺さ、ちょっと待って。結構三四年で出会った中で一番弱いと思う。出会った中で。手押し相撲で自殺を始める。ちょ、もう一回。若干あれ俺の負けの可能性。そうだよ。あれ新手のさ、ぶつかってしまうからっていうフェイントで俺が先にこう。避けてしまって。なるほど。もう一 回やろう。ただ4分15秒なんで今。いきます。レディーゴー。ちょっと待って、ちょっと待って。4分半今。どうします、ミクルさん。ミクルさんどうします、これ。いや、これもうないっすよ。他にもうないっすよ。終わりますか。じゃんけんだったら勝てるかも。じゃんけんね、確かに。じゃんけん、じゃんけんだったら勝てる。最後に花を持たせよう。うん、そうだね、さすがに。最初はグーじゃんけんぽい。だからもうさ、持ってるわ、ちゃんと持ってるわ、ちゃんと持ってるわ。全負け2期、全負け2期。俺のチャンネルの一番最初にコラボしてくれたのが朝倉未来さんということで、めちゃめちゃ嬉しいです。ああ、いい、こちらこそ光栄です。10年2期とコラボしてもらえるので、また次回のこれ。仙台の伝説だもんね。仙台の伝説です。仙台の伝説です。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。
you